はい、というわけで7月に入りました。うちらじのお時間でございます。藤田よしこです。よろしくお願いします。上野あさです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、というわけで先週に引き続き上野あさちゃんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。ですね、今日はハワイのお話をしていきたいと思います。はい、お遍路、前回お話しました。こう回ってきたと、その後私がどこに向かったかというと、高野山に向かい、アジカンというね座禅をやりました。その後ハワイに行ってトライアスロンしてきたんですよ。あー、ハードですね。そうなんですよ。前回はお遍路の経験者ということで、はい、朝ちゃんにお話を伺いました。今日はね、はい、声優上野朝ちゃんに、いろいろ感想も聞きながら進めていきたいと思います。今日はハワイの映像を実際に持ってきました。それを皆さんにもご覧いただきたいと思います。そしてこの収録の時間にはですね、ユーストリームの中では宝塚記念予想会をしたいと思います。馬券のお話をね、私が一生懸命していきますので、それは合わせて皆さんちょっと笑いながらお付き合いいただければと思います。はいはい。ハワイとか海外行ったことありますか？海外行ったことなくて、ついこの間初めてパスポート取ったんですよ。おお、ね、素敵なタイミング、ね、どっか行きたいね。どっか行きたいどっか行きたいって言ってまた巻き込まれるよ。じゃあトライアスロンやるのトライアスロンかもしれないし、ね、うどん店作るかもしれないし、あ、それいいな。いろいろね、やりたいことはあるわけですよ、星の数ほど。そうですね、やっぱね、こうハワイ楽しかったよ。私もフランスしか行ったことがなくて。あ、そうなんですね。海外って、なぜにトライアスロンになったのかというお話も含めて、今日はしていきたいと思います。はい、なんかパワースポットっていうものにすごいこだわりがあって、でふと思いついたのと、ふと惹かれたのが、直感で惹かれたのが、ハワイだったわけですよ。でそんなタイミングでトライアスロンに行かないかというお話があったの。で自分の人生の中で自分で考えて行くことはまずないだろうと。まあないですね。そうそうそう、なんか不意に来たもの、自分でもない、なんかドラマとか突然振られてこのキャラクターとかやることなかっただろうと思ったものとかって、やっぱりでも全般そうですね、不意に来たもの、ここにも今日いること自体も不意に来てるから。そうそう、私ラジオやると思ってないから、まあねびっくりしてる、はい、そんな不意のお話、まずはね CM を挟んで映像を見ていただきたいと思います。そしてユーストの皆さんは私と馬子さんのお話にお付き合いください。油断してたな。次ができないと思うと、ありがとうございます。頑張ります。アディオス。
大きい声出したい、あのグライダーの体験に皆さんが来るということで私もついてきました。今日トライアスロンの翌日なんですが、みんな元気ですね。グライダー乗るそうです。私ちょっとね、今バードオブパラダイス号に乗ってもらいました。ここに来てちょっと海に行きたいと思います。今グライダーの飛行場のすぐそばのここは海です。すごい綺麗、透明、そして誰もいない。森でぐいぐいやってます。お魚取れるのパターン。最高ですね。この両目のトライアスロンを見ても全く違うからか、別に美しくねえわ。癒されますよ、昨日の旋律とは違う。ワイキキで練習したんだおはようございます。こちらハワイの朝です。ダイヤモンドの公園です。最初の、遍路巡りの最終地点、国分寺です。着きました。こちらの寺ですね、四国最古の、梵鐘があるというお寺でございます。早速行ってみたいと思います。神々しいね。あ
色の。広いね、ここね。ここも広いですね。うん。ってことは例のあれがあるかな。あるかな。あ、こんなことでしょ。ここもあってます。はい、無事終えましたね。はい、そうですね、はい、今回回ってみての感想って何かありますか。今回回ってみての感想は、うん、お寺が一つ一つあの、うん、個性のあるお寺で、うんうんうん、すごく良かったなと思いますね、うんうん、本当に善通寺なんかもものすごい大きなお寺さんだったし、うん、そうだね、はい、大きなお寺からこうこじんまりしたお寺さんまでいろいろ見れたよね。回れて、はいはい、というわけでこの後はですね、帰りのバスまでの間、はい、おなじみのウーでございます。ウー食べてそれからゆっくり帰りましょうか。そうですね、はい、というわけでお疲れ様でございました。一生懸命うどん頑張ってるまこちゃんに何かいい縁が来ますように、はい、本当にね、はい、まあ、友人もそうですし仕事関係もそうですし、まあ、そう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 女性、ねうん、ねえ、うどん好きないい彼女ができてほしい。私的には女性好きな、そう、女性好きな、うどん好きな女性もいいですね。はい、帰りますです、はい、帰ります。バスが来ました。はい、来ました、来ました。東京へ、ね、結構ギリギリでしたね、我々ね、はい、まあ、はい、まあ、よちころの旅っていう感じですよね、このギリギリさが。、はい、このね、毎回いろんなことを詰め込み、そうです。おはようございます。おはようございます、早朝です。おはようございます。着きました、新宿中央公園、公園です。はい、はい、無事に終わりました。ホテル駅の手前で、そう、まあ、私はすっぴんだからつゆだよ。はい、いや、こっちも寒いですね、東京もね。少し長旅無事に終わりましたね。はい、終わりました、はい、うどんも食べ、はい、お遍路もきちんと回り、はい、そして、はい、バスでは嫌っていうほど私と話をし、そうですね、いや、もういいお話を聞けましたよ。いいお話でしたよ。そうなんですか、本当そうなんですか。はい、とは言っときます。はい、いいお話でしたと言っときます。うわ、最後の一言に気づいたけど。では、無事に帰ってください。お疲れ様でした。はい、家に帰るまでがお遍路です。ではでは、ではでは、はい、というわけでハワイ映像をね、あさちゃんには見ていただきましたけれども、はい、お遍路で体力がついたであろうから、はい、そして、うんうん、人生でこんなこと誘われることはないなっていうところから、うん、ハワイに行ったわけですよ、はい、ね、あの映像にもありましたけど男性だけだったんですね、メンバーが。あー、女子一人ということで行きまして、あ、はい、映像の中で写真でちょっと出ましたけど、プロ野球の古田選手とかが参加しているもうプロのコース、男性陣はみんなそっちなんですけど、うんうん、あのスイム10キロ、自転車20キロ、ランニング10キロっていうハードコースでして、うん、まあ、ハードって言ってもそれが普通かもしれないんだけどね。で、私がやったのがこのスプリントって言って、その全てが半分のコースです。ビギナー、あと女性の方が多いコースなんだけど、このスイムの5キロがね、魔のスイムでしたよ。泳げるんでしたか。 もともと泳げる。泳げないんで。泳げないの。しかも練習がね、1日もできなかったの。イベントとかステージのナレーションとかがあって、ずっと仕事してて、終わってカツカツで成田空港行って、現地で練習をしてやってみたら、お前泳げないんじゃんっていう。うわ、しかもひどいの。あのワイキキビーチで練習したんですよ。ワイキキビーチってロングボードとか分かるよね、みんなこうサーフィンする人が乗るとこだから、うん、波があるの、うん、溺れたんだよ練習で。あら、でものすごい怖くなって。そうなの、かつてその時にブログにも書いてたけど、うん、私死ぬかもってずっと言ってたのはそれだったわけですよ、うん、もう空になってしまうかもっていう思いがあったんですが、それで最終的に何をしたかというとですね、私、はい、顔をつけて泳いで波で息つきができないということで、うんうん、これで乗り切ったんですよ。あら、そう、あのね、トライアスロンを背泳ぎで乗り切る人っていないんですって。
それはすごいですね。逆に大変。そう、逆に大変だったの。進まないんだもん、そういう意味だから。そんなに、しかもバッシャバッシャクロール来る人の水が跳ねて、私上向いてるじゃん、うん、バッシャバッシャ来るのよ。うわ、鼻に入る。そう、帰って息できないけど、うん、息できなくて鼻ふってやりたいから立ちたいじゃん、うん、立ったら沈むんだよ、海だから、深いから。で溺れそうになってヘルプミーって叫ぶんだけど、叫んでもレスキューの人に手掴まれたらその時点でもうアウトなわけよ。で次のこの自転車とかランニングに進めないってこともあるから、うん、ギリギリまでライフセーバーの人も様子を見るの。で最後に競技が終わった後に沈んでる人はいないかなってこう海を見るのね。うわー、なー、怖い。沈むまでは沈むまでなので、はい、ギリギリまで自力で頑張らざるを得ないんですよ。いい感じに切ない音楽になりましたね、BGM がね。そうなの、その切ない中で泳いだ後ですよ。自分のためにこのワンピースを買ったさ、なんか頑張った自分に何かしたかったんだろう ね。ご褒美なんだ。そう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 、ご褒美だったの。いやもうね、達成感はすごいですよ、うんうん、だってこんなに自分死ぬかもって思うことないもん。そうだよね。観客の人の頑張れっていう声があんなに力になるんだっていうのも初めて知った。なまじね、スポーツ観戦行ってね、こう声が出ないなんて言っちゃダメだよ。観客席にいたら応援すべきなんだよ、すごく思った。力になるってこと。そう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 。しかも映像の中にもちょっとありましたけど、うん、私は自転車を3回変えておりまして、うん、最初トライアスロンって競技用のね、うん、すごいチャリンコなんですけど、見てください、カゴに荷物が入ってる。あれ、ママチャリ？マウンテンバイクでね、ちょっとね、キッズスタイルなんですけど、これでカゴについてなかった最初は、このチャリに、うん、お前は走るのが速くないと、現地のおじさんですよ、うん、これチャリレンタル屋さんの、うん、レンタルだいたい1000円から1500円なんだけど、うん、で君の走りでカゴがないと危ないって言って、うん、私の許可うんぬんないの、勝手につけられてたわ、借りに行ったら。その前の人がこう普通のチャリ借りてプラプラ走ってたから、うん、でこのカゴが命拾いなの結局、どうしてですか。水とか、あと太陽がだんだん出てくるね、うん、日差しが強くて、うん、それでこう上着とか、うん、肌が焼けないように入れとくという、うん、そうみんなね、風のようにサーサーッと走ってくるのね、うん、ごぼう抜きをたくさんされるっていう経験した、うん、1000人以上にごぼう抜きされる。1000人以上、そうすごいよ。なんかこう高速の光の帯がね、こうわーって過ぎるみたいな。すごかった。そんな中でかろうじて走って生きて帰ってきました。自転車屋さんの、ね、うん、愛情のおかげですね。そう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 、だから沿道にいた人もそうだし、現地のポリスの人たちも、うん、私がカゴつけてこうやってヒコヒコヒコって汗を出してイエーって言って、もうねバカウケでした。なかなかいないって、ママチャリでトライアスロン走る人、うん、びっくりした。私もちょっと写真見て、ね、で終わった後にはスイカとかいろんなものがね配られてて、うん、そう、それを食べながら、これいい写真ですね。そうなの、こうやっと終わったっていうあれで、ですか、もうね、終わった写真、そう、でもね、二度とやらないってこの間まで言ってたんだけど、なんかね、来年誰かを巻き込んでやってもいいかなって最近思い始めてるんですよ。懲りないでしょ。私は参加しないよってオーラ出してるけどね。出してるけどね。ね。なんでもない。大丈夫、もうすでに他のミュージシャンに恐ろしいことに声をかけてます。うなぎ食べながらね、あるドラマーのお兄さんに話をしましたけどもね、うん、もうね、朝の3時ぐらいからやるので、こんな暗い中から始めて、もう現地の DJ の人とかがすごい盛り上げながらやってましたけど、うんうん、最高に楽しかったです。うん、スケールが違いますね。うん、でトライアスロンやってる方って会社の経営者とか社長さんとかもすごい多くて、うん、なんだろうね、限界に挑むっていうのがいいみたい、うん、私もそうだけど、お遍路とかトライアスロンとか、なんか限界に挑むの好きみたいよ。あー、ど根性の。そう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 。で最近はほら、なんかちょっともぬけの殻じゃない、
一個目標があったからさ、なんか次何しよっかなみたいな気持ちになってて、でほら朝ちゃんと逆地やろうかって話とか、また海外次なんかどっか行ってみたいなとかね、最終的に海外でいろいろ番組の取材とかそういうことができたらいいなっていうのは私の将来の夢で、世界不思議発見じゃないけれども、世界こんな村に行ってみましたとかいうのをディレクターとしてね、いろいろやっていきたいなっていう将来的な夢もあって、なんかね、もっと視野を広げたい、そういう経験をするためにいろんなことをしたいなっていうのをね思ってます、自分の10年後とか何したいとかある？子供がもしいたらどうなってるか別なんですよね。ああそっか、でも舞台がやっぱりやりたいな、もうちょっと、その2つですね、子供がいてほしいっていうことと舞台をやりたい。そう、私もね子供が欲しいってそれをお遍路しながらもちょっと年間かけをしてたんだけど、なんかねこのまま一生そういうのね遠遠い気がしてきた。もうなんかいいんじゃないかなって突っ走る人生でと思ってパワーがねあるからね。いやなんかね、パワーがあってもねこう恋愛数値はね低いんだよ使っちゃってるんじゃなくてそっちに仕事に全力で、そうなのかもしれない。あの優しい殿方募集中とか言って、募集しましょう、ね、こうなんかときめくことがあるといいけどね、でもねこう突然ハワイとか行ってる時にね、もうこの人には死んでいけないみたいな感じに、ね、なってる人も多かったねそんなもんかもしれない、いやもう自分のやりたい方向にね頑張って進んでいくうちにいろいろ目標が出てくるんじゃないかなと思ってますよ。そうか、そうですね、だからまあない何もない時は焦らず下場が流れるように。そう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 、いや本当に怒涛の半世紀みたいな感じになってこう数日ですけどね、今日はねそんなお話をさせていただきました。映像の方は合わせて YouTube の方に後ほどアップもしておきますので、7月の放送終わった後皆さんで見ていただけたらなと思います。でトライアスロンとかねハワイのことに興味持ってもらえる人がいたらそれも面白いかなと思います。で私ハワイフラッと初めて今回行ったけど、ハワイ将来お家買ってもいいかなとか思った。で住むの？そう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 。いいかも。静かに暮らしてなんかあっちでラジオやってもいいかなっていうのちょっと思った。ああ日本人もねいるし英語も喋れるし、そうそう私の静かな暮らし将来そうなってるかもしれません何年後？何年後だろうね。はい、というわけで7月の放送は上野朝ちゃんにお越しいただきまして、ハワイトライアスロン編ご覧いただきました。初めてここのワロップで番組やった時にその四国が人口ってねその四国にロケに出て毎回やってっていうそれだけでも、まあすごいというかね、ミキサーのお兄ちゃんにも聞いてみよう。あんまりその四国とかさ地方に行ってロケやって番組やってるとこないよねワロップでね。そううちぐらいだよね。そうなんです。でそっから今度ハワイに行きますとかって毎月海外に行ってる時期が続いて、ちょうどこの6月久しぶりに1ヶ月日本にいたんですけれども、ねやればできるじゃんっていうのは持論なんだよね。最近この広告代理店のお兄さんたちがねこういう合言葉で言ってんだけど YDK やればできるからって。そう大丈夫 IDK だから大丈夫 IDK だからって最近言うようにしてますけどそうなの。何でも、こんなだからできないとかさこういう規模だからどうだとかっていうのはないと思ってるのね、ただ一個残念なのがこの夏ちょうど今放送が行われている7月6日、私たちは本当はここに行ってる予定でした。あらデンフランス、フランスでのジャパンフェスにこの四国のお遍路の映像とかいろいろ出展したかったんですよ。で、書類審査落ちたんだよ。あ悔しい、なんか準備不足っていうのもあるし資金源的な問題もあって、多分私一人単体でポンって行くのは OK だけど、番組メンバーずらっと連れてっていうのはちょっと難しかったっていうとこと、いろいろ仕切り直しっていうのも入ってね、今回はさ残念になったんだけども、これに関しては再チャレンジをしようと思ってるんですよ。また次の機会でちゃんと頑張ってこれを実現しようと思ってるんです、だってそんな
一生懸命頑張った記録をさそのまま埋もせたくないじゃない、うんうん、何かしらの形でそういった小さな小さな種まきが大きな実を結ぶような形を取りたいわけでございますよ、うん、いや2週にわたり突然のお呼びだけありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。だって朝ちゃんといえば、声優としてアニメ、はい、鷹の爪、はいはい、声優として出演されております。その他舞台にも ね、 そうですね出てることが多い。最近どんな役が多いの、はい、最近、まあ、相変わらずですね秘密結社鷹の爪で、うん、今エクストリームっていうのを、うんうん金曜日の、うんうん、曲を言っていい、うん、NHK の E テレで、うん6時25分からのビットワールドっていう金曜日の番組の中でやってるんですけども、まあ、大抵役は不幸な女とか、うんうん、なんかこうちょっと夫に逃げられたとか、はい、というわけで、はい、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。